お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、新環境おすすめデッキ5000年やっていきたいと思うんですけども、マジで他の動画でも言ってるんですけど、新環境はね、新環境じゃないっす。マジで前の環境と本当に変わりません。バランス調整が、ね、入って10万円近くね、まあ、巨大スケルトンが強化であったり、アウトロー強化で、ファイスピーだったりオーブンが変わったりとか、まあ、大砲が強化されたり、ゴーレム加砲されたりとか、まあ、いろいろあったんですけど、マジで、ほぼ何も変わってないです。環境自体はね。前シーズン流行ってたデッキが本当に今も流行ってて、そのまま強いまんまっていうイメージなので、前シーズンね、紹介したデッキとあまり変わらないんですけど、ちょっとね、まあ、参考になればいいかなと。いうわけでやっていきます。一つ目がね、ゴブスパレイジでございます。これもね、いや、多いなーっていうぐらいマルチで当たってます。で、形も自由に組めます。マザネクがエレキでもいいですし、三角メガゴでもよくて、これエリババの枠はね、ミニペとかダックプリとか、なんでヒースピもね、ダックプリやミニペだったり、まあ、プリンスとか、まあ、いろいろね、自由にカスタマイズできますので、まあ、そこはこう、好みだったり、ユニレベと相談してもらえたらいいんじゃないかなと思います。僕はちょっとエリババ型を気に入ってるので、まあ、エリババヒースでも行くんですけど、なんかエリババミニペのね、陸2枚入ってる方とかも、見かけましたし、本当の形は自由だなと思います。レイジとザッパーね、多分、固定の方がいいですね。というわけで、まあ、前シーズンね、もう大型が強かったんですよ。で、今季は、まあ、前シーズンほど大型が強いとまではいかないかもしれないんですけど、大型が強いですね。で、環境変わってないんでね、ゴブトリもなんかちょっといるんですけど、本当にちょっとぐらいなんですよ。で、ゴブトリって何がきついかって大型に弱いんですよね。だから全然、そんな大型メタとかにもなんないですし、よいしょ。さあ、相手は、これめっちゃ今ね、攻めてきたんで、もうカウンターですね。ドリルと U の使ってきた。あれね、ザップ地点な。さあ、これザップって、タゲ変わる、エレキでいい防衛されましたね。ドリル、エレキ、インドラのポイズンはちょっとなんかレアというか、なんだろう。メガナイトプラスのドリル、かな？多分それぐらいしか合わない気がする。インドラも最近めっちゃいるな。なんか何のデッキにでも入ってるイメージがある。おーさ、ダクプリー、エルキ、インド。メガナイトっぽいっすけどね。非常にメガナイトっぽいっすけどね。さあ、ドリルをエリババで回収しつつ、ヒースピでね、ちょっと受けるか。一体受けて、ナイス！耐えていく。これでかいね。で、メガナイトとかで踏まれるんじゃないかなと思うんですけど、どうだろうね。それをスパーキーで回収してとか、ああ、やっぱそうですよね。で、これ、いや、スパーキーで回収したかったんですけど、受けがないので、これも許容でいいと思いますね。受けたら受けたでいいと思ってて、よいしょ。こっからね、持っていきます。さあ、このダメージとかもう全部いいんですよ。もう無視でいいんですよね。で、エレキでね、さっきみたいに踏まれますので、ちょっといいタイミングでね、ユニット追加していきたいですね。さあ、レイジかけてあげて、さあエレキこんにちはぐらいのタイミングで追加してあげて、あそこでねザップ打てると本当はいいんですけど、まあ、相手がコストないんで、ナイス。さあというわけで1本取っていく。エリババ追加とかもしたいですけど、一回後ろスパーキーでね落ち着いてもいい気がしました。ナイス、いいですね。スパーキーもなかなかに強いんですよね。スパーキーが強いのかレイジが強いのか何が強いのかちょっと分かんないんですけど、スパーキーデッキもね結構流行ってる。さあ、ドリル来た。ドリル？あのドリル、ちょっと厄介っちゃ厄介だよな。マザネクちょっとこの辺から出してね。なんか相手にメガナイトで踏みにくいイメージをね。よしよし。いやー、ザップ打ってもよかったかな。さあさあ、エレキで踏まれる。で、もう一回後ろスパーキーで行きましょうか。そしたらあれ全部回収できる気がするんだよな。エイム次第。マジでエイム次第。いや、いいエイム。ナイス。で、ゴブジェで受けて、あれ最後ザップで守れなかったかな。相手絶対ポイズンとか使わないと守れなかったから。さあ、これインドラとか結構厄介っすよね、マジ。そう、お、え、入る入る、熱い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 。いや、ヤンキーすぎん？うちのスパーキー。さあさあさあ、で、ここを守んなきゃえぐいっすね。守れるかどうかは結構やばい。本当にえぐい。あのダックプリを受けるか。あのダックプリを受けてあげて、ナイス。エリババのエイムがいい。エリババのエイムがいい。ナイス！エイム良すぎん？いや、強えな。エリババだって、なんか、守られやすくなっただけで、別に攻めではね、全然優秀なんで、攻めではというか、防衛では優秀なんでね。
さ、これ受けていこうか。五分試合でね、受けるのがないんでね。で、三が五とかで受けつつ、一応ヒースピーぐらいも出しとくか。なんとなくね。よいしょ。で、ここはまあ守られてしまう。次の僕の五分試合欲しいですね。これいい流れなんですよ。相手が今スパーキー使ってて、あ、スパーキー使っててというか、スパーキーにスペル使ってて、よしよしよし。無限スパーキーの始まりですよ。ポイズン打ちたいね。相手は絶対打ちたいよ。ドリルもあるからな。で、舞台の滝行ったところを五分試合からの、いや、来たな、これ。これ絶対止まんねえだろ、普通は。普通は絶対止まんねえだろ。ヒースピで走って、ドリルか？ドリル押せんのかい？ドリル戦と止まらんぞ。ナイス。危ないな。なんか、エレキとかね、後ろからとは、こう、なんか、ケツスパーキーした時に、後ろからこう、インドラとか、ドラドラとかでね、なんか空を溜められて、メガナイトで踏まれて、エレキで対処されてとかされると結構、まあ大変なんですけど。無理にね、突破するんじゃなくて、無理だったら一回引いてね、もう一回後ろからスパーキーとか防衛から入れば、いつか突破できるんでね。ゴブスパ、激強です、今季も。はい、続いて、ゴレクロやっていきます。ゴレクロ、あれっすよ。マジで、下方気づかないっすよ。マジ、ほとんどの人わかんないっすよ。なんなら言ってもわかんないぐらい強いっす。というわけで、神来ました。神手札ですね。勝ち格ですね。いやー、俺もあんまやりたくないんですよ。でも強いから。ちょっと紹介せざるを得ないっていうね。で、ゴレクロもなんかいろいろ形があるんですよ。ホバリングの型だったりとか、なんかすごいあるんですけど、なんか使われて嫌なのがこのランバー型ですね。ゴレの後ろにダクネランバー出されると、防衛ポイズンとかしても結局ランバーとかが残っちゃったりとか、意外と突破できなかったりするんですよね。さ、マジやっちゃ、やば、ペッカ工場のマジやっちゃってちょっときつくね。なんか初戦からちょっとなんか、外れ引いたくない俺っていうのがすごいあるんですけど、いや、えぐいな。えぐいよ。いや、でも、コウムリが頑張ってますね。で、マジアチャは、なんか、ゴレの爆破プラスの矢の飴だったり、まあ、今みたいなベビドラプラスのね、矢の飴でちょっと狙っていければいいんですけど、いや、外れ引いたな、なかなかの。さあ、耐えます。さあ、パーン！いや、コーナーいい。ここ？何で受けてくる？ゴーストですね。あれ、いや、無視できそうだな。スケルトン頑張れ、スケルトン頑張れ、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 頑張れ。防衛、まあ、ファイボなのかもしれない。防衛ファイボだったら逆にありがたいみたいになるよな。ザップ、いい、ナイス。さあ、もうケツゴレですよね。ガン虫です。あんなのエレクとかガン虫でいいです。で、逆サイにね、工場ぐらい来たらと思ったんですけど、さあ、普通にペック来ましたね。あれ、横からランバーで殴ってあげたいけど、この間に溶かされちゃいそうっすよね。さあ、ファイボ、相手ゴリゴリに来ますね。相手ゴリゴリに来る。いや、ここででもそんな溶けられたら困るんだよねっていう。いや、おーおーおー、残ったな、熱っ。これ残ったっすね。で、これはね、マジアチャがね、いじめなんでね、一回引いてもいい気がするな。クローンしたらなんかたまたま刺されそうな気もしましたけどね。さあ、まあ、ゴーレでクローン VS ペッカ工場ね。いや、勝ちたいっすけどね。勝ちたいっすけど、マジアチャがすげえ嫌っすよね、僕からしたら。さあ、ナイス。リーク受けないよ、今。リーク受けないから、あんまやめてな、そういうこと。さあ、ゴレ出していこう。いや、これ逆サイに来てね。いや、これゴリ押せると思うんだけどな、全然。マジで。もう、ちゃっちゃクローンしちゃいたいっすよね、僕は。マジアチャ使ってくれた、神神、マジで。マジアチャ使ったら、本当に相手止まらんすよ、これ。で、あとは、あとはもうベビドラ。ベビドラ追加して、え、止まった。ちょっと待って、エレキもいるのか。エレキはダメやで。エレキはダメやで。エレキはダメやで。エレキ来い、エレキ来い、エレキ来い、エレキ読みスケベが全然来ねえ。いやー、これなー、マジかー。もうこれこそね、神様が相手にペッカをあげてなかったら勝てたかもねっていう。初手のね、初手芸になるんですけど、まあまあまあ、ペッカ工場のね、ファイボ型か。マジアチャじゃなかったりとか、まあ、運が良かったらが出ます。多分2回に1回いいかね。なんならまあ3回に1回ぐらいはね、まあ勝てるかもしれないんですけど、まあちょっときつかったですね。はい、というわけで、次、エレジャイですね。エレジャイは、前シーズン終盤特にめっちゃ流行ってたんですよ。このマザネクインドラ型がね。で、僕もトラゲこのデッキでやって、最後本当にめっちゃ上がってって感じだったので、しかもバランス調整で何一つ加保されてないんですよ、今回このエリジャイ。まあだからまあ当たり前に強いよねっていう感じでね。さあ、ホグ来た。キンキドウ。かな？で、ロケット方式のテスラ型とかだったら、ちょっと嫌ですけど、まあ
マザネクとかがね多分刺さると思います。このマザネクインドラっていう編成がいいですね。他にも組み合わせパターンがあって、インドラがメガゴだったらダクプリがボーラーだったりだとか、なんかいろいろあるんですよ本当組み合わせは。だからそれは好みかなと思うんですけどね、まあ、自分の好きな方はイニレベ大丈夫なようにだったりだとか、まあ、そこは本当にね任せます。自分の好きなようにね組めるのがいいところです。よいしょ。で施設がねちょっと苦手です。エレジェイはおおよっこらセットんーどっこいしょうぃなんか頑張ってましたね。結構エリアドは取れてそうなんですよね。ちょっと暇だな。降りでちょっと受けるか。エレジェイ出したいんですけど、基本的にやっぱ大砲でさっきみたいな抑えられますので、まあ2倍タイムからが僕の本番かなっていう気はしてますね。2倍タイムから、まあ2周目のエレジェイかな。多分ライトニング、まあライトニングでもいいのかな。2周目のエレジェイでもいい気がするんだよな。さあちょっと一発ね、シャアなしでいきます。いいホグですね。で、大砲にライト打てばそれだけでまあ済むんですけど、カウンターがちょっと嫌なんですよね。まあいっかな。打ってもいい気はするけどな。でもぶっちゃけ相手回るんですよね、回転が。これマスケ。マスケやってほしかったな。これ多分で ISP からのウッドからの大砲みたいなね。なんならウッド、あ、そうですね。なんなら大砲、あ、そうですね。大きく。大砲使ってくれたので、逆に今ね、次の僕の、エリジェに対して相手が無理やり大砲回さないといけなくてっていうので、ちょっといいサイクルにはなってくるかもしれないですね。そうそう、無理に攻めなくていいですね。相手の攻めも通んないので、あと守って、ほんとライトニング削りで勝つぐらいのね、イメージでもいい気がする。さあ、ケツエレジャイで、2周目のハシマエレジャイでいきたいな。ライトニング打つよりかは、なんか、ライト打たずに2周目エレジャイ出した方が強い気がする。いや、ナイス、オーリーが頑張る。さあ、こういうユニットでね、守ってからのカウンターに行きたいね。ほんとはハシマエレジャイ行きたいんだけど、コストがねえから、さすがにここはライト打って、次もまたすぐね、エレジャイ出しちゃいたいよな。引っこ抜く、マスキを破壊して、ここでハシマエレジャイ行きたいのかな。相手が今大砲使ったでしょ。いや、マザネクでいいな。いや、いいマザネクじゃない。さあ、いや、でも相手のね、この1コス抜きがね、優秀なんですよ、非常に。非常に優秀なんですよ。さあ、折りあるからね、エレジャイ出しちゃおう。で、逆サイかどっかに来そうだけどな。さあ、来た。こもしかして右側エレジャイ入ったりする君。君、やばい、それ。それやばいんだよ、君。本当に。笑えない。笑えないね。さあ、インド出して。あのね、マスケをちょっと先に引っ張りてえな。マスケをやりたいですね。で、エレジェイを、ユニットでね、こういうところでね、ちょっとカウンター行って。よいしょ。さあ、防衛ライトもしていいけどな。いやー、これで大砲回んのか。なかなか硬いぞ。いや、いい。いや、ナイス。あいつ、神ですね。勝ちました。まあ、今のボンバーの位置もちょっと良かったですよね。相手、大砲置きたいけど、ちょっと高めに置かないとね、エレジャイ釣れない。でも高めに置くとボンバーで壊されるからっていうので、ちょっと迷いがね、生じたのかな。まあ、高回転のね、ああいう 2.6 億とか施設デッキって意外とね、きつかったりします。マジで何回も大砲置かれて突破できないんですけど、まあ、まあ、デッキパワーでなんとかなります。はい、というわけで、続いて、ペッカラムですね。このデッキもよく今季紹介してるんですけど、いやこれ多分来シーズンも再来シーズンも強いんでね。絶対もう今の間からね、触れといた方がいいです。本当に使ったことない方も、えって、これで勝てるのっていう、なんかびっくり勝利もね、あったりするので、本当結構使いやすいね、ペッカです。いやもう最近そういうデッキばっかですね。守ったらマザネクのカウンター、ダックプリのカウンターとか、まあ、なんか本当防衛が強いカードが多いんですよ。ボンバーとかね。そう、ユニット出してボンバーで守って、それ以外タワー全部捨ててフルカウンターみたいなね、ちょっと感じが多いんですけど、さあどうしていこうか。U の出します。でコストが一番低いんでね、リスクが低いってやつですかね。さあダークネ来たー。さあとりあえずペッカでしょうねマジでペッカでしょうねというかゴレでしょうね。ここでちょっとペッカ出してゴレ出させないでか、別に来てもいいんですけどね。あ、マザネックから入ったらなんかマザレクがちょっと高めの位置に行っちゃって、なんかクローンとかでご利用されたりとかするんですよ。
だからちょっと今ペッカから入りましたね。マズネクがこのタワーの前で止まるのが嫌だったんですね。あ、てかこれあれだ、あのアイウィズファイブル飛びますね。そういえば忘れてましたけど、さあファイブル飛ぶ、アイスイズダークプリンス、これペッカ入るんじゃね。ナイス、あゴレですね、絶対ゴレだ。ゴレのアイスイズダークネ型ですね。アイスイズそこまで使わなくてもいいんじゃねっていう思いがちょっとあるんですけど、ファイボルワンパンね、まあダクネがいるからね、ダクネにファイボとか使ったらアイスイズ残るしっていうので、まあファイボ化的なね、ゴールですね、遅延ゴールかな。さあベイビードラですね。で施設が入ってないのかな、もしかしたらもうどうでしょうか。ダークプリがいるのでボンバーとかなのかな。スエリキでナイス耐えつつ、ちょっとラムでね一回、なんかラム系上手い人めっちゃやるっすよね。うわいいトルネなのかこれは。でも入るね、いや走るね、あっとん、いやでけえ、これでかいですね。ほんとユニットを守るときにプリンスとかミニペッカとか意外と受けがきつかったりするんですよ、ラムデッキって。そういうのは全部もうラムで受けます、防衛ラムってやつですね。これ橋前ペッカちょっと行ったらおもろそうだったけどね行きたかったな、初めペッカ行きたかったんですけど、まあいいや、一回ね落ち着きます。さあからのエレキ出して守ります。でライトがあるんですよね。いやマジゴレってこれが強いんですよね。なんかゴレダックで出してあとユニット追加、これ止まんないっすもんね。意外と意味わかんなくないですかこれで止まんないがマジで意味わかんないんですよね。クララは何回もやってるんですけど、いっぱい僕よいしょね、いやマジ意味わかんないんですよねどういうことって、なんか何をどうしたらええんやってすごい思っちゃうんですけど、ちょっとアイスイズが厄介ですね。うんうんうん、初めペックかワンちゃん。いやこれもう一回守ります。マザネク大事っすね。エレキにさっきみたいにライト出してマザネクを残したいんですけど、相手のちょっと攻め取るねがオシャンティで持ってかれてるのが良くないんですよね。さああとは防衛ラムやりますか。であのダックプリをねちょっと剥がします。さあ防衛ラムであのダックネとかもねちょっとしばいてもらいながらでファイボ打って耐えます。このファイボプラスのこのマザネクが大事。いや相手のやっぱトルネがちょっとうまいっすね。俺のマザネクだけはみたいな、マザネクだけは絶対許さねえぞトルネが炸裂してるさっきから。さあで言うのも暇してんな。これもしかしたら逆サイブッパゲーミングもゼロではないのかなっていう思いがあるんですけど、どうだろうな。逆サイブッパーきちいか、耐えて耐えて耐えますか、耐えて耐えて耐えて、ちょっとチャンスしっかり狙ってね。ダークプリンス厄介ですね、なかなか解けないね。絶対このなんていうんですか、こうペッカーエレキがやっぱ重なるんですよね。これをねさっきみたいに剥がされるのがちょっと嫌だな。うん、いやナイス、ここはちょっと対空使わずにいけそうだね。さあ流れがねちょっとずつではあるものの多分良くなってきます。さあペッカ出して耐えましょうか。いやマジペッカがゴーレムに勝てなかったら何でゴーレムに勝つのっていうのマジで思うんですけどね。さあいやダークプリが硬い、よいしょ豚にね、豚にしてもらって、あいつちょっと今攻めてきましたね。いいトルネだ。いやでもそのトルネはねちょっと勝負に出ましたよ、相手も。いや、よいしょ、こっから勝ちてえな。こっから勝ち、あれ、5打っていいな。5でね、溶けるの大事っすね。覚えておかなきゃ。さて、豚にしながら、ちょっと流れをね。待って、やばい。ちょっとライト圏内。さ、ラムが走るんじゃないこれ。トゥン。あ、マジか。いや、今の、右でよかったっすね右にラム飛ばしとけば相手ラム止まんねえからワンチャンあったかもしれないですねっていうのに気づきましたね、最後になってね。いやでもダークプリンスも最近流行ってますよね。スパーキーとかペッカとかもうゴレとかマジほとんどのデッキに入ってるんですよ。なんか環境デッキ使ってんのに全然勝てねえな、マジかおすすめしてんのに。さあ続いてね、ロイダクプリですね。これダクプリの枠はもともとエリババだったりゴーストだったりスケだったりしたんですけど、まあ一応ゴブ折り用と、まあ、ダックプリがちょっと優秀なんですよ最近マジで。4コスで火力もあって絶対スペルで死ななくてっていうので、まあなんかそういったところでねちょっと評価が上がってるダックプリをね使
使っていきます。ロイダクプリでございます。ホグでしたね。 2.6 ホグとかかな。で、この時多分トリトンあったっけな。トリトンあったと思うから、ケツロイからの、2周目ロイジャイでね、で攻めていきたい。で、2.6 ホグか。あの、マジ、大砲強化、いるのっていう。2.6 ホグじゃねえ、ロケホだ。全然違った。マスクではなく、さ、ロケット押しですね。びっくり。ファイボかなこれは。どうだろう。エリババー、全然違った。マジかよ。俺の知ってるデッキじゃねえな、これ。いや、マジか。ロイジャイエリババきついんだね。さあ、ここはまあ、キング起動、キング起動してほしいな。あと、ロケット押しもちなみにきちいっす。これ、えぐいな。しかも、クエク。あ、これ、さてはやばいね。さてはやばいっすね。まあ、でも、今、デッキがもう序盤の間に分かったので、今から耐えて、耐えて、耐えてですね。で、僕のロイのダメージが多分、なかなか入りません。あの、ロケ用プラスのエリババウッドでなかなか入らないので、相手のホグをできるだけ抑えます。抑えて、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 ギリギリでちょっと勝ちたいですね。で、クエイクなんでマズネク生きるやんとか思うんですけど、まあ、豚がロケット押しにボコボコにされちゃうよねっていう。まあ、LSP でもよかったですけど、この LSP の枠ちなみにヒースピ型もあります。なんか個人的に LSP の方が強いと思ってるんで、これにしてます。そしてファイボとか打っても面白そうだけどな。うん。さあ、トリトン。ナイス。一発痛えなー。うん、ナイス。一発痛えなー。一発痛えなー。キングキラできてるの痛えなー。さあ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 。マザネクちょっと大事かもしれないですね。よくボンバーが入ってたりするんですけど、そういうのがちょっと入ってなさそうですね、今回。結露したいんですけど、ちょっと怖いんでね。結露控えて、もうユニットダメでいつかいけるんじゃないかっていう。思いがあります。もうこういうのでね。こういうのが多分一番きついまで、なんなら。ウッドもしてあげてね。豚も欲しいね。豚も欲しい。相手も回転がやっぱちょっと早いですね。いや、いや、結構入るね。思った以上に入ってくれた。で、トリトン構えて。トリトン構える必要あるこれ。いや、フィジカル。ロケホがもう一回来る？ロケホがもう一回来そうだけどな。いや、一回ステイか。一回耐えましょう。一回耐えましょう。一回耐えましょう。さあ、そこそこに豚頑張ってくれたらありがてえな。今、エリババ使ったな。エリババいないと、これ止まんねえぞ。普通は。普通は止まんねえぞ。ワンチャンホグが来るぐらいか。セムファイブも打っちゃって。ナイス？ナイス？あぶね！いや、もうめっちゃ危ないですね。あそこ最後相手がエリババね、出してくれたのに救われたかなという、まあ、ロイジャイですね。このロイは、本当になんか万能型っていう感じですかね。何にでもね。現環境すべてに勝ちたい人はこのロイ使え、みたいな。ロイジェイですけど、まあ個人的にエリババでもいいんじゃないかなと思ってます。で、エリババにしたらヒースピでもいいんじゃないかなと思ってます。というわけで、マジで本当に全シーズンぐらいからね、ずっと使われてるデッキが、今シーズンも来シーズンも再来シーズンもね、使われると思いますので、ぜひね、ちょっと、5つね、負けちゃったんですけど、結構負けちゃったんですけどね、参考になればよかったかなと思います。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いいたします。では、お疲れちゃんでした。またね。